さて、松本清に薬を探しに行きます。では、久々にやってきましたね。地下何階だったっけ？早く取って、戻ろう。ザックと、最初に出会った場所の、中にあるもの、か。ザックと最初に会ったっつーと、やっぱり、あの鳥をね、鳥の、お墓、ここら辺かな。うん、私にか、ね、あれに関してはね、まだね、ザックのことを許してないんだよね。打ち付けられていた木材は外れてしまっている。中は薄暗くてよく見えない。この中。中は、この部屋。すごく散らかってるけど、人がいた感じがする。もしかして、ここでザックは過ごしていたのかな？急がなきゃいけないけど、少し気になる。ザックのいた部屋か。ぐしゃぐしゃに落書きされ、破られた雑誌がある。その周りには文字を真似たような落書きが書かれている。文字を真似たような。ザックが書いたのかな？そうか。ザックは字が。一応覚えようとはしていたのか。まあそうだよな。字が読めないんだったら雑誌とかあっても。まあ絵を楽しむしかないかな。カラフルなシリアルが散らばっている。欠けた器の中にあるシリアルは炭酸飲料でドロドロに溶けている。このジュースじゃ美味しくなかったのかな。そうね、牛乳がやっぱ欲しいとこだよね。汚れた塩済みの包帯が床に投げ捨てられている。塩済みの包帯。ああ、やけどのか。ふんふんふん。赤黒いものがこびりついた洗面台と汚れたままかかったタオルがある。もしかしてずっとこのまま使ってる？掃除するっていうような人ではないわな。中身はもうしけってるな。机の上には割れたガラスコップが放置されている。コップの中には飲み物が入っているようだ。危ないな。でも飲んだ跡がある。このまま使ってたんだ。こういうものは支給されるのかな？この主催者つうか、ビルの持ち主というか、ザックを呼んだやつ。わかんねえな。神父あたりがそれとも提供してたのかもわからんけど、このジュース好きなのかな？栄養バランスはがっつり固めてそう。机の上には汚れたナイフが置かれている。ザックが言ってたのはこれのこと？ずいぶん汚れているな。それに少し錆びてる。手入れはあまりされていないみたい。でも不思議。歯はよく切れそうだ。持っていこう。ナイフを手に入れた。ナイフか。あともう少しだけ何かないか確認してから行こう。なんだかね、自己主張してるペカペカがいるんだけど。ナイフか。少し錆びたナイフ、ひどく汚れている。しかし、歯はとても鋭く光っている。ふんふん。まあ、とりあえず何かと使えそうではあるかね。傷んだソファーに、汚れた毛布がぐしゃぐしゃに置かれている。ボロボロで硬いスプリングのソファー。毛布も薄くて、きっと寒い。ソファーの間に包帯が一つだけ転がっていた。包帯を手に入れた。包帯、よかった。やけどの薬はないんだな。多分もう何もないはずだ。早く戻ろう。薬はなかったけど、まあ包帯。たかが包帯とはいえ、これだけでも頂上か。まだ未使用。やっぱこれはなんか支給されてるんだろうな。ザックはここでこんな風に過ごしていたんだ。知らなかったな。そういえば知らないな。ザックのことは何も知らない。戻ろう。ザックのところに。B6 での目的は果たせたか？ええ。だから早く B2 に戻りたい。よかろう。それでは戻るとするが。お願い。
どうした？いない。ザックがいない。そんな目で私を見つめても何も出ては来ない。それは本当なの？ああ。やはり、この不幸の連鎖は君が原因だ、レイチェル・ガードナー。さっきからどういうこと？私は知らないって言ってるのに。B5 にダニーはいたかね？私は彼だけその身のありかを把握していないのだよ。真面目で思慮深い彼が、なぜかおかしな行動を始めた。それは君が原因だろう？そんなの、私のせいじゃない。それより、ザックを探さないと。待ちなさい。私はずっと君の行動を見ていた。ここの歯車を狂わせている君が、どんな存在なのか、私は興味が湧いたのだ。それが悪影響を及ぼすものであれば、裁きを下さなければならない。ただ、ザックの薬を取りに行く姿には、私は少し希望を持った。しかし、それも間違いであったようだ。君の行動は、あまりにも身勝手で、容赦がなさすぎる。それに、君は最初に答えていたな。なぜザックを生かそうとするか。それは、己を殺してほしいからだと。ああ、レイチェル・ガードナー。君の行動のすべては、自己愛に違いないのだ。違う。確かに、私はザックに、私を殺してほしいと思ってる。けど、それだけじゃない。ザックは私に、私を殺してくれることを神様に誓ってくれたから。レイチェル・ガードナー。君は、ザックが神に誓ってくれたと言ったが、誓いをしたとして、その誓いを神が選ぶか、君にはわかるのかね。他の者が同じ誓いを立てたとして、どちらを選ぶかは神の御心次第ではないかと思わんか。もし神の御心が君の願いと違ったとき、君はどうする？失礼、酷な質問だったろうか。さて、君に判決を下す前に準備をしなければ。甘い匂いの、これは。さあ、レイチェル・ガードナー。審理はまだ続くのだ。さっきのは、私は一体何をされて？神の御心。私のことはいい。あの人がいない。早くザックを探さないと。何？大きい蛇。逃げなきゃ。おっと、セーブか。じゃあ一発でけえのぶちかましてやるか。肩から行くぜ。まあ普通に大したスピードないなと思ったけど、ここでも来るのか。ザック、起きて。ザック、大きな蛇がいるの。逃げよう。
何言ってんだお前。ほら、そこに。おい。早く、後ろの扉から逃げなきゃ。おい。早く。ザック、早く、せ。あれ？あれ？じゃねえよ。何わけわかんねえこと言ってんだお前。でも、大きな蛇が。んなもんいねえよ。何ラリってんだ。もう一回頭殴るぞ。たく、帰ってきたと思ったら話通じねえし、ビビるだろうが。お前やっぱり一人だと、ろくなことになんねえな。うん、うん。ごめんなさい。ザック、大丈夫？どうして、こんなところに移動したの？いたんだよ、あいつが。ダニー先生。おお、そうだよ。なんで知ってんだ？死体が、なかったから。そうだろうな。あの野郎、調子に乗りやがって。体がうまく動かねえから、殺し損ねて逃げられちまった。先生は何か言っていた？あ？知らねえ。お前が気にしなくていいことだ。そう。それよかお前、ちゃんと生きて帰ってきたな。あ？どうした？ごめんなさい。B5 にあった薬が全部なくなってた。そういえばダニーの野郎、薬を持ってるみたいなことを言ってやがったからな。やっぱり先生が。おい、B6 はちゃんと言ったのかよ。言ったもん持ってきたか。それは、うん。それがありゃ十分だ。おい、貸せよ。これでいいの？よし、これなら思うように使える。そのナイフはザックの？ああ、もともとはこっちが俺の持ってたもんなんだよ。おい、じゃあ行くぞ。待って、ダメ。まだ動いちゃダメだよ。お前もしつけえな。あんだけ寝ればもう動ける。待って。ならせめて、ザックの傷を先に縫わせて。やめろ。俺の体に触るな。何もすんな。んなことしなくても、俺はこんなことで死なねえよ。そんなの、ダメ。なんだお前。ここに来てから妙な顔しやがって。なあお前、B さんの女が言ったこと、覚えてるか？え？あの女の言う通りだと思うよ。ムカつくけどよ、あれはな、間違っちゃいねえんだよ。違う、ザックも私も、道具じゃない。そこじゃねえ、なことはお前から一度聞いたんだから、覚えてる。じゃあ、俺は化け物なんだよ。化け物はそう簡単にくたばらねえ。そうだろ。あ？んだよ。変な顔してんじゃねえよ。普通化け物って言ったらそういうもんだろうが。だったらそうなんだよ、俺は。それが普通なんだ。おい、ぼーっとしてんじゃねえよ。どっちにしろ薬がないんだったら、住むしかねえだろ。行かねえなら置いてくぞ。待って、一緒に行く。じゃあ早くしろ。でも言っとくが、俺は今、走れねえからな。うん、わかった。血の跡がある。もしかして、
ダニー先生の。さあな。まあ確かにあいつも、血みどろだったけどよ。血みどろ？なのに生きてたの？なんか、服の下に細工をしてたんだとよ。とにかく先生が薬を持ってるなら、先生の言った方を追いかけなきゃ。血の跡をたどろう。左の方に点々と続いてるか。そういえばこっちは入ってなかったわね。さてさて、ではナイフを。ナイフはザックに渡したのか。包帯はまだ使ってない。縫う。麻酔もなしに。いやーきついんじゃねえかな。まあいいや。これで本当はジュース持ってきて欲しかったとかだったらな。面白かった。それに血もこっちに続いてる。ダニ先生が通ったのかな。ねえ、ザック。あ？どうした？ザックはさっき、自分のこと化け物って言ったけど、人間じゃないってこと？じゃあ聞くけどよ、お前にとって人間ってなんだ？何をどうすりゃ、まともな人間なんだよ。神の望むもの？あ？なんだよそりゃ。お前バカの一つ覚えか。とにかく俺は、なんであろうとまともなんだ。普通なんだよ。それとも何か？お前の言う神様は、化け物に殺されるのは許されねえのか？違う。そんな意味じゃない。そんなこと、ない。何マジになって返事してんだよ。ああ、なんかくだらねえこと言っちまったな。くそ、行くぞ。化け物ね。皮肉なのか自虐なのかよくわからん。ねえ、ザック。ザックはそのナイフがあった部屋で過ごしていたの。それがどうしたんだよ。なんとなく気になって。あ？さっきの話もそうだけど、私、ザックのことを何も知らない。だから、なんでだろう。なんとなく気になったの。なんだよ、それ。意味わかんねえ。でも、あの部屋、もう少し掃除してもいいと思う。うっせえな、もう戻らないんだから、関係ねえだろうが。知らない。そういえばそうだよな、レイちゃんは何に対しても、そう、とか、なんかそれぐらいしか言わなかったから、興味を持ったのはいい傾向なのかな。変わったのか、どうなのか。引き裂かれた蛇の絵が飾られている。引き裂かれた。お料理ですかね。何か、音が。蛇？おい、ぼーっとしてんな。今度は本物だ。走れ、先に行ってな、出口があるか見てこい。あー、くそ、ナイフじゃ一気に切れねえ。おい、早く行けって言ってんだろうが。わかった。ある、鍵もかかってない。ザック、こっちに出口がある。行くから待ってろ。早く、ザック。あ。ザック。ふざけんなよ。俺は今走れねえし、鎌を使うのもだるいんだ。無理させんじゃねえよ。ザック、違う。おい、行くぞ。蛇は全部殺せてねえんだ。わかった、移動しよう。
まだ力が入らねえ。もう動いちゃダメ。休んで。本当に死んじゃう。だから俺は、こんなんで死なねえよ。うん、ダメ、ダメだよ。お前、なんだその顔。ザック、とにかくここで休んで。ここから先、私一人で行けるから。今度こそ薬を見つけてくるから。なあ、本当に、お前さっきからなんだ？え？暗い顔しやがって、なんか後ろめたいことでもあんのか？違う、私は。それより、本当に早く薬を取りに行かなきゃ。だから俺の質問を無視すんな。それに、てめえが一人で行けば死ぬだけだろ。私、銃があるよ。これがあれば、先生がいても。じゃあ、その銃、貸してみろよ。おい。貸せ。ああ、弾。出ねえな。なあ、弾の入ってねえ銃持っていて、どうすんだよ。どういうつもりだ。ああ、くそ。お前これじゃ本当にただ、死にたいだけじゃねえか。俺に、殺される気あんのか。なのにお前は、俺の生き死にに、必死になってるしよ。俺に何を求めてるんだよ。何考えてんだ。ザックが神に誓ってくれたから。結局それかよ。化け物相手に何もまともに信じてんのか、てめえはよ。ザックは嘘は言わないんでしょ。ああ、そうだ。誓ったのは嘘じゃねえよ。なら。でもな。神なんざ、この世にいねえんだよ。違う。あ？確かに、神様がいないと、私、どうしたらいいのか。でも、ザックのは神様に誓ってくれたからだけじゃない。もし、誰かに神様に誓われたとしても、それはダメなの。じゃあなんだよ。それは、わからない。わからないの。ごめんなさい。なんだよ、本当に。お前はよ。笑え。え？でも今は、うまく笑えるかどうか。下手くそなの分かってんだよ。いいから笑え。ザック。俺は寝る。お前は好きにしろ。おい。持ってけ。ま、てめえが使えるとは思えねえけどな。ザック。汚れたナイフの刃が鋭く光っている。ナイフを手に入れた。このナイフ、私ちゃんと使えるかな？
さて、また気失ってんのか、もうだんまり決め込んでるのか。体力温存するのはいい判断かな。では、ナイフを再び持って、次回やりましょうかね。とりあえず一旦動画は切っておきましょう。しかし、部屋が寒い。さすがこの季節。ではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。